レブレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ今日はねポーさんの動画の方を見ておりまして、有村ポーさんですね、10万円を2倍にする銘柄はどれかというようなね、まあ動画の方、ちょっとタイトル違うかもわかりませんけれどね、そのような動画の方を出されておりましたよ。おお、これはめっちゃ面白いじゃないかということでね、私も今ね、はい、米国 ETF で2倍以上になる銘柄はこれだということでね、ポーさんとは全く違うね、視点で選んでみました。それでは早速情報共有していきましょう。スタートです。はい。今までね、私が購入してきて2倍以上になった銘柄というのがあるんですよね。それが SOXL ですね。去年購入しました。平均取得価格が 6.929 で購入できました。もっと低かったんですけど、楽天ね、スプレッドが乗ってしまいますので、この数値になってしまいましたと。そして、直近最高値っていうのが 28.75 ということになっておりますので、約 4.14 倍になったということでね、SOXL の破壊力は凄ましいですね。そして、トップ級です。こちら平均取得単価 16.875 ということになってまして、ちょっとね、最安値付近にはいてるんですけれど、そんなにほど最安値ではね、ないんですけれども、直近の最高値 47.14 まで上昇しておりますので、なんとね、2.79 倍ということになっておりますので、これ、両方ともね、去年10月とか11月に買った商品がね、すでに4倍とか 2.79 倍になっているということがありますね。まあ実績はね、十分あるわけですね。そしてちょっとイレギュラーなんですけれど、DPST、こちらの方は分割する前に買ったのかな、分割した後に買ったのかな、ちょっとあやふやなんですけれども、まあ短期間でね、プラス 80% 超えということで、まあこれはもう、手放してしまいましたので、手元に持っておりませんので、まあデータの方ね、詳しく皆さんに見せれないということになるんですけれど、まあ私の過去動画見ていただければ、DPST 何ドルで売ったとかで全部ね、記録は残っておりますので、そちらの方をね、まあ見ていただきたいということがあるんですけれど、まあ今手元に残している SXL、トップ級、こちらの方はね、まだガチホしているということになってますんで、まあしっかりとね、情報の方が取っていけるということになります。まあ、DPST もね、短期間でプラス 80% を超えていたということで考えていきますと、やはりね、最安値付近で購入していくことがね、すごく重要なのかなと。 SOXL、 トップ級、そして DPST ともにね、この商品の最安値付近でね、購入しているということになります。ただし一つだけ注意点ということがありましてね、この最安値を狙っていくということで注意点があるのは、ソクル、ティクル、トップ級っていうのは、これレバレッジ ETF の中でも、ワン、ツー、スリー、ベスト3の商品なんですよ。だから、ソクルの最安値、トップ級の最安値と、DPST の最安値を比べたときに、上昇率が高いのは、そらソクルであり、トップ級なんですよね。これはもうレバレッジ型の ETF 商品の中でランキングをつけていきますと、1位がソクル、2位がティクル、3位がトップ級と、まあ切り抜くところでね、順位多少入れ替わることもあるんですけれど、この3銘柄が上昇率、抜群にね、抜けているわけなんで、まあ、今から2倍にしていこうと思ったとしてもね、ソクルの下振れしたところ、ティクルの下振れしたところ、トップ級の下振れしたところを選んでおいた方が2倍になるのは早いかもしれません。けれども、意外とね、私が SOXL をしている部分は 6.929 ですから、もう今はね、20ドル超えていってしまっているということもね、ありますんで、ちょっとね、今お高いですよね、ということになるんで、まあもうちょっとね、下振れするまで待ちたいな、というふうにもね、思っていきますんで、じゃあ、今ね、どれが一番いいんだ、ということでね、考えていきますと、今、最安値付近にいる商品ですよね。これは52週の最安値ではなくてね、その商品自体の最安値、それが何ドルになってるんだというところでね、まあ見ていきますと、やっぱりね、話せないのは LABU と TMF ということになります。LABU はね、だいたい今、まあ、4ドル台から 5.3 ドルぐらいあたりで仕込めれば、しっかりとね、2倍以上のパフォーマンスをね、早い段階で出せるんじゃないのかなというふうに思ってます。そして TMF の方も、
5ドルからね、6.5 ドルぐらいで仕込んでいれば、まあ、しっかりとね、こちらの方も2倍になるのはたやすいんじゃないかなというふうにね、思っております。ただしね、注意点。TMF、私は、まあ、別にね、平均取得価格8ドルでもいいんじゃないのかなというふうに思ってますんで、長期枠の方でね、TMF の方を8ドルまでね、平均取得単価が上がっても購入し続けようとは思っているわけなんですよね。ですので、おいおい、いつも言ってることと違うないかと思わないでくださいね。私は8ドルまで大丈夫だと思います。8ドルが16ドルになる、十分ね、達成できると思ってますんで、8ドルなんですけれど、今回の趣旨はね、できるだけ早く2倍になるためには、どの商品を何ドル以下で仕入れているのがベストなのかということに、ね、なってきますので、その観点から見ると、やはりラブは4ドル台から、まあ、5.3ドルあたりかまで、そして TMF の方は安いのはいくらでもね、安いのでいいんで、まあ、上は 6.5 あたりでね、仕込んでいれば、まあ、来年あたり、しっかりと2倍以上になっていくんじゃないかというふうに思っております。まあ今まで私の経験則で語らせていただきますと、その商品、52週の最安値ではなくてね、その商品の最安値付近にいてるやつを買えば、まあ早ければね、本当速度なんて1ヶ月ちょいぐらいで2倍以上に膨れ上がってきましたし、トップ級の方も多分私の記憶が間違ってなければ、購入してから2、3ヶ月で倍にはなったと思うんですよね。ですから、このいかに52週の最安値付近の商品を購入するか。これね、なんでかっていうと、やっぱりその最安値付近にいてるということは、もうそこで底を売ってるわけですよね。あとは、上がっていくタイミングまでじりじりするんですけれど、上がっていくタイミングまでいけば、レバレッジ型の商品ですから、もうね、バーンと、バネがね、こうギュー押さえつけられていたのが、手離した瞬間上にね、跳ねていくということになりますので、まあ一気にね、上昇していくんじゃないのかということを考えているわけなんですね。となってくると、今のラブなんていうのはこれね、もう本当仕込みどころじゃないかなと。ただね、一瞬そんなにでもラブここずっと上がらないよと。まあそこ掘ってもいかないけれど上がらないよというね、ことを言って心配される方もいてるんですけれど、そんなん去年の速の時もそうですよ。私は7ドル以下で購入した時に、いやいさ、もっともっと下がるとかでね、言って買わなかった人たちもたくさんいてるわけですよね。ですけれど、私はまあこのあたりでね、大満足ですから購入しますよということで購入したわけですよ。逆にね、もう速度はね、二度と上がらないとかってね、まあ言っていた人たちが山のようにいたわけですよね。もっと下がるから買わないという人と、もうね、速度はね、もう半導体が終わり込んですから、二度とね、上昇しないんだって言ってた人ね、この2通りのパターンの人たちがたくさんいてね、そしてソクルの最安値で買えなかった人たちっていうのがたくさんいたわけですよ。これはトップ級の時もそうですと。それを振り返って、過去を振り返って、ソクルって終わったの、トップ級って終わったのということでね、見れば違うわけでしょ。今ソクルは 4.14 倍になってますし、トップ級も 2. 何倍ということでね、もう跳ね上がっていってしまってるわけじゃないですか。それと同じことが今回もね、LABU の方に当てはまっていくということに、ね、なりますので、まああと1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月後にはね、いやー、LABU5 ドル切ってる時に買っててよかったわっていう話にね、必ずなってくるということになります。じゃあ TMF はというとね、ちょっとね、TMF はね、株じゃないんですよね。債券なんですよね。ですから、本格的にドカーッと上がっていくっていうのは、まあ来年以降の話かなとは思うんですけれど、それでも今回の趣旨は2倍にするということですから、これ株より確実に2倍になりますよね。だって債券ですから。債券価格、今、正規の大安売り、TMF がおぎゃーと生まれてからの最安値付近に似てますからね。私が見てる前で最安値を更新していきましたから。まあ、この商品ね、ちょっと長い目で、まあ、1年から2年寝かせておこうかなっていうふうに考えて、購入すればね、まあ、楽勝、まあ、どの時点で2倍になるのかっていうのはね、未来にならないと分かりませんけれど、まあ楽勝になるんじゃないかと。で、特に TMF の方は分配金しっかり出ますからね、
9月も出るでしょうし、12月も出るでしょうと、まあ減るか減らないかっていうのはね、別として、まあしっかりと分配金もいただけるんで、まあ分配金のんびりいただきながら、株価の上昇もあって2倍になれば利確というね、これでいいんじゃないかなというふうに考えております。まあ私の経験則から言うと、本当にね、その商品の最安値にいてる、まあその商品さえバスッと、購入さえしてしまえばね、2倍なんてちょろいぜということになります。ただし一つだけ注意点。それは、償還の来ない ETF 商品を選んでくださいねということでね、純資産総額のでかいやつね。まあ、最低でもね、300億以上の純資産総額があれば大丈夫だと思います。その点ではね、LABU も TMF もね、合格って似てるんじゃないかというふうにね、考えておりますので、あとは株は自己責任でですね、皆さんの判断に委ねていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。